今日はですね、まあトレーニング前に、アジア選手権が近いということでね、やっぱりこう身の回りをきれいにしようということで、歯のね掃除をしてきました。歯の歯石取り。どうすか、きれいじゃないですか歯。はい、虫歯はね、僕は一本もないですね。はい。あの銀歯とか詰め物とかないです。一本も虫歯はないです。はい。まあ歯のね歯石とかはたまるんでね、定期的にそういうのは掃除してます。まあちょっとアジア選手権前なんでね、まあ綺麗にしようということで今日は行ってきました。まあいろいろ、まあアジア選手権もありの今年はね、いろいろね、まあいろいろ動く年だと思ってます。まあ選手としてはちょっとねアジア選手権を一旦、最後にして、まあこれから本当に、まあ、母の介護とかもいろいろあるので、本当にお金の面に関しても、まあ、ボディービルだけを考えるっていうことはちょっと難しいっていうことでね、本当はボディービルでね、毎日、まあ、大会にどんどん出てね、日の目を浴びたいんですけども、それだけではもう厳しいなというところで、そうですね、はい。今はそういうふうに生きてます。そのためのね、対策を今頑張ってます。アジア選手権と並行して。ということで、そんな感じの、独り言でした。アジア選手権まで頑張ります。